しみください。ではよろしくお願いいたします。さあ、そこからなんの皆様、日々の国岡山県より参りました花間より町でございます。先ほども紹介がありましたように、今年のテーマ、裏じゃということで、日々の国に繁栄をもたらしたこと、裏の壮大かつ公開が動画でございます。踊り子の衣装、赤と青がございますが、たたらばの炎を表す、それからまとい、旗衆の黒はたたらばの鉄を表しておりますので、そういったところもイメージしながら聞いていただくと、2倍にも3倍にも4倍にも5倍にも楽しめると思いますので、皆さんご声援でよろしくお願いいたします。まあ、せっかく大阪まで来たんで、ちょっと PR ということで、もう来週ぐらいから、2024年の、募集をかけたいと思います。で、メンバーの中にも、大阪組が、多数おりますので、大阪の方、関西圏の方でも構いません。鬼鉢を来年我々と一緒に踊ってみませんかということで、勧誘のお誘いでございますので、もしこの後見ていただいてですね、気に入っていただけるともう熱烈大歓迎です、どうぞ、踊りに来てください。よろしくお願いします。もうよろしくお願いします。それでは参ります。日々の国、鬼と呼ばれし者がいる。炎を操り、炎と共に舞う、その名をウラ。いざ参る。
思いのダンコニコニ膝を荷物いいとっ